今回は、群馬県前橋市の、事故物件4件を散歩してみるぜ。どんな事故物件があるのかしら。それでは、ゆっくりしてってねー。事故物件1、前橋市三俣町、3丁目3の13の1、三俣駅を出て、西に進み右折する、三俣町東交差点を、左折して、県道3号に入る、道なりに進んで、三俣町交差点を右折、そのまま、しばらくまっすぐ行くぜ。なんだかいい町よね。都会すぎず、田舎すぎず、山を見ると、なんだか、昔の地も騒いできたわ。何のこと言ってんだ？ほら、赤城さんとか見ると、なんとか豆腐店思い出したり、するじゃない。え、それ、最近の若い子多分知らないぞ。で、中華料理屋のある交差点を、右折して、桃の木川ラブリバー通りに、進む。一つ目の交差点を、右折。左側にあるのが、本日一軒目の事故物件だぜ。豆腐屋。ではなさそうね。あ、豆腐屋では、何も事故は起こってないわよね。ここでは、暴力団抗争で撃たれ。男性が絶命する事件があったんだぜ。リアルごく妻ね。舐めたらあかんぜよ。事件の情報はこうだ。ここには以前、スナックがあった。事件は、そのスナックで起こったんだぜ。スナックで銃の乱射なんて、酒は飲んでも飲まれるな。それにしても、迷惑な話ね。事件を起こしたのは、住吉会公平一家 Y 会の、暴力団組員だった。対立する、元暴力団組長を標的に。行きつけのスナックで行われた犯行だった。私、暴力団さんたちのことは詳しくないけれど、多分いろいろ事情があるのよね。詳しかったら怖いわ。この事件では一般市民3名を含む4人が死亡、さらに標的の男性を含む2名が重傷を負ったんだぜ。亡くなった方のほとんどが一般市民じゃない。巻き込まれただけなのにひどすぎる。不運な事故だったとしか言えないな。私もスナックに出勤するときは気をつけるわ。そうだな。え、そこ突っ込むところよ。亡くなった方のご冥福をお祈りいたします。それ私のセリフ。事故物件に、群馬県前橋市富士見町小暮2317-11。次の事故物件は赤城のオードリーから北東方向に県道4号を進む。あら、いつもは駅からなのに珍しいわね。手抜きなの？違うわ。たまには、事故物件ばかりじゃなく、観光地的なところも入れとこうかな。っていう、俺の配慮だぜ。自分で配慮とか言うあたり、いけすかないわね。いけすかなくて結構。1.5 キロ進み、左側にあるのが、本日2件目の、事故物件だぜ。げ、もう着いたの、早すぎるわ。ここは何なのかしら？ここは殺人及び、死体遺棄がされた場所なんだぜ。なんか、ガラクタみたいなものも、たくさんあるし、あの中に紛れ込ませて、とかじゃないでしょうね。亡くなった男性は、不動産関連会社や、土木系の会社を複数経営する、60代の男性だったんだぜ。よっぽどお金持ちね。玉の輿狙えるわ。玉の輿殺人かしら？不謹慎か。で、この社長、実は数年前から、行方がわからなくなっていたんだが、ある日、電磁的公正証書原本不実記録の罪で、3人の男が逮捕された。なるほど。行方がわからない、社長の財産を、どうにかしようとした輩がいたのね。罰が当たればいいのよ。お前が言うな。警察が調査を進めると、逮捕された男たちは、行方不明の社長を殺して、埋めたと供述をしたんだぜ。え、ってことは、行方不明じゃなくて、最初から亡くなっていたってこと？警察が供述に基づき、現場に行くと、そこには、白骨化したご遺体があったんだぜ。なんで自分たちから、殺人のことを言ったのかしら？男たちは、会社の書類を乱用したり、被害者のお金を勝手に使ったりと、好き勝手していた結果、いろんなことがバレて、隠しきれなくなったんだろうな。嘘はバレるってことね。気をつけないと。後に犯人の男たちは、亡くなった男性を殺害した経緯や、方法を自白したんだ。隠してればバレないと思っている、そこのあなた。お天道様とこの門どころは見てますよ。裁判では、犯人の身勝手さなどから、無期懲役を言い渡されることとなる。今日のおさらい。嘘、隠し事はバレる、バレる前に自供しよう。いや、なんかずれてるだろ。
事故物件3、群馬県前橋市、駒形町1号42の17、駒形駅から左折して、県道40号に入る。やっぱり、県庁所在地って、栄えているわよね。ここには、いろんな人生ドラマがあるのよね。その人生ドラマが、事故物件の原因にもなるんだがな。余計なこと言うんじゃなかったわ。駒形町交差点で、右折。近県前橋支店があるところを、左折。直進して、川に突き当たったら左折。またすぐを左折した左側。ここがお待ちかね、本日3件目の事故物件だぜ。別に待ってないわよ。葵。いえ、なんだかちょっと可愛いわね。ここでは何があったの？ここでは、悪魔払いと称して、女児が殺害される事件があったんだぜ。全然可愛い話じゃないわ。事件とか言って、本当は悪魔の呪いとかじゃないでしょうね。デビルハンター呼びましょうよ。いや、そっちじゃないわ。編集さんしっかりしなさいよ。デビルハンターを呼ぶかは、とりあえず事件の内容を聞いてからな。病院に、全身が痙攣した状態の、1歳の女児が運び込まれた。しかし、その4日後、死亡する。全身痙攣。やっぱり悪魔の仕業じゃ。病院に運び込まれた時、女児の母親は、数日前に階段から落ちて、何ともなかったのに、急に容体が悪くなって、と説明したんだ。階段から落ちたのも、悪魔のせいなのかしら？それとも、妖怪のせいかしら？ぼっち、今何時？司法解剖の結果、女児は、脳に激しい損傷があった。さらに、警察が調査していくと、母親の知り合いの、60代の女性が浮上してきた。急浮上、一体何があったの？どうも女児の母親は、この女性を先生と呼び、女児が生まれてすぐから、悪魔が住み着いている、などと言われ、何度も、女性宅に通っていたんだ。ここで悪魔が登場ね。しかし、蓋を開けてみると、悪魔払いと称した、虐待だった。それが、何度も何度もだ。そんなのなぜ、母親は止めなかったの？見てわからないのかしら？母親は、女性のマインドコントロール下にあったから、正しい判断ができなかったんじゃないか？それでも母親なの？信じられない。女性の、私は神の手だから、あざはつかない。とかの発言も、鵜呑みにしていたようだからな。母親は娘が亡くなったのは、全部自分が悪い。と、この女性をかばう発言も、していたらしいぜ。マインドコントロール。深刻な問題よね。何がそんなにいいのかしら。気になるわ。いや、それが危ないんだろ。催眠術みたいなもんでしょ？甘く見るなよ。もし霊夢に何かあったら、助けてやる。マリサ、多分だぞ。事故物件4、群馬県前橋市、三ツ俣町2丁目、21-4、三ツ俣駅から西に進んで、三ツ俣町東交差点方面に、向かう。350メートル直進して、交差点を左折。ここは最初の事故物件でも、お世話になった町ね。左折後、さらに350メートル進み、左側に見える住宅が、本日4件目の事故物件だぜ。うん？なんとも普通の住宅街ね。ここでは、高齢者を狙った強盗殺人事件が、発生したんだぜ。強盗、するなら銀行なんじゃないの？銀行はリスクが高いからな。だからといって、高齢者を狙っていい理由には、ならないけどな。一体どんな事件だったの？事件の情報はこうだ。近所の夫婦が、何者かに刺された。と、警察に通報が入る。駆けつけると、そこには重傷の80代男性と、軽傷の80代女性がいた。近所の人の通報が早くて、よかったわ。重傷の夫はその後、病院で死亡が確認される。犯行現場には、犯人の痕跡はなかったが、1ヶ月ほど前に、同様の事件が発生していたため、関連を調査したんだぜ。連続強盗事件の予感。夫婦の家の強盗事件から、数日後、今度は、飲食店での強盗事件が発生。この時、20代の男が逮捕された。この男、匂いはね、その通り、2つの高齢者宅を狙った強盗事件との関連を調べるために家宅捜索したところ、凶器と思われる刃物や血のついた衣服が発見されたんだ。取った銅ね、取った銅で事件は進展。一連の強盗事件との関与が証明され、男は再逮捕、起訴されたんだ。何の罪もない人の命を無差別に狙うなんて、凶器の沙汰よ。この事件は裁判員裁判案件で、その後、男には死刑が求刑されたんだぜ。死が求刑されたからって、亡くなった方の家族は、報われないわ。死刑が求刑されるような、
事件がなくなる世界線にならないかしら。なんだか最後の最後に、いいこと言ったな。そういう冷やかすとこ、マリサのいけないところよ。悪かった。素直でよろしい。私は世界の平和を祈り、民に安息を与えるわ。私の祈りは神と同じなの。おい、マインドコントロールしようとしてないか？それでは、今回のゆっくり事故物件はこの辺で。事件事故物件情報を、お待ちしています。チャンネル登録いいねも、よろしくお願いします。